セミネ城外離着陸場は宮城県栗原市セミネにある城外離着陸場である。通称、セミネ飛行場、栗原飛行場、栗原セミネ飛行場。大宇山脈から東方に伸びる絶頂丘陵の一つのセミネ丘陵を東端近くに位置する。名称にあるセミネは栗原郡セミネ町に所在したことによるが、平成の大学兵器の2005年4月1日に、 周辺町村との合併で、栗原市になったため、栗原飛行場とも呼ばれている。定期航空路はないが、軽飛行機、グライダーの滑走路として利用されるほか、東日本パイロット協会によるパイロット育成にも使用される。また、ヘリコプター用のヘリパッドも備える。利用にあたっては、航空法第79条の正し書きの場外申請が、 東日本パイロット協会を通じ必要である。運営は主に東日本パイロット協会が行うほか、敷地内には同協会の関係者が経営する自動車用ハーネス部品メーカーブルーギアがあり、同社によって同飛工場の管理、活用がなされている。毎年秋に栗原秋、夢祭りが東日本パイロット協会及びブルーギアの主催によって、 通り着陸場で開催され、毎回5000人程度の来場者がある。同日は、モーターパラグライダーやセスナ機など、小型機のデモフライトや、体験飛行が行われ、さらにヘリコプターや、マイクロライトプレーンを間近で見ることができる。2008年6月14日に発生した岩手、宮城内陸地震では、被災状況把握のための調査飛行で利用された。同地震を機に、 三陸海岸での防災訓練に以前から参加していたアマチュア航空家を中心にして、掃除士、無線技師、救急救命士、看護師等による災害ボランティア組織が東場を拠点として2010年1月10日に立ち上げられ自主的に訓練をしている。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では津波の被害が甚大だった。 沿岸部までヘリコプターで10分程度との近さを活かし、同組織が通り着陸場を拠点に活動し、支援物資の輸送拠点を及び報道ヘリコプターの中継点の一つとしても機能した。太平洋戦争中に日本海軍が少年航空兵の訓練用に設置した飛行場はここではなく、セミネと高島水の境界付近の低い丘陵地にあった4段原飛行場である。 4段原飛行場には戦闘機の配置はなく服用の練習機が置かれていた。この飛行場の建設時期は終戦間際であり、終戦の日となる1945年8月15日にも飛行場整備のための作業が行われていて、作業員たちは作業の合間の昼休みに日本の無条件降伏を知ったという。終戦後に飛行場として使われることはなく、その敷地は 水田として開墾された。ありがとうございます。